何をぼーっとして。あ、さてはお姉ちゃんの生足に見とれてた。指導も男の子ね。お姉ちゃんって小鳥だよな。いや、いきなり成長するにしてもその胸は不自然すぎる。じゃなくてお願いできる？指導ではなかった。いつかくん、保健体育の授業を始めるぞ。ますよ。おはよう指導くん。惜しかったわね。あと1分早かったらタオルを巻いてなかったのに。それとも自分で濡らすために待っていたの？悪い子ね。せっかく大人にしてもらってもその喋り方では台無しです。うん、何を固まっておるのじゃ主様。